はい、よろしくお願いいたします、えーまあ、今年の4月にです、ね、あのオープンをいたしましたあ新しい新三園でございますけれども、まあ、あの今回、まあ、半年余りをたってです、ね、まあ、実際の利用実績がどの程度であるかということをあの取りまとめをさせていただきました。まあ、あの大変です、ね、老朽化をしていて、まあ、常にあの故障中の炉がありましたので、えー、数字を見ていただいてもです、ねあの、令和3年度ですと、 また詳しく説明いたしますけれども、令和3年度ですと、やはりあの市民の皆さんで、えー、市外の、 施設を利用される方が非常に多かったんですけれども、これが一気に解消しているということ、それに伴って、市民の皆さんのいわゆる自己負担で、他市の高い施設を利用されるということも今、なくなりましたし、それから、奈良市外の方が奈良市の施設を利用されることに伴う利用料の収入増など、ですねいろんな、まあ、いい影響が出てきているということを、数字を持ってお伝えをしたいというふうに思っております。あの こちらがですね、令和元年から3年間と今年のまの年間見込みを比べております、奈良市内の利用者数というのは、あの令和元年からだいたい2450、2200なんぼということで。えー 年間ですねあの2千数百件ということでありましたが今年については約4千件に達する見込みでございます。で、あの一番大きな特徴はですね、あの年間のその利用者,利用者のうち、市外をこれまで利用されてた方が令和3年度でしたと年間で1746件ありましたが、今年はおそらく年間200件もいかないだろうと、まあ十分の一に激減をするということになります。おそらくですね、あのお住まいのエリアの立地であったり、あの。 そのご遺族さんなりのお考えで、まあ、主体的にあそこを使いたいということで行かれる場合はおそらくいくらかる残るかと思うんですけれども今現状、奈良市の菜園があの空いていない。 受け入れができないからやむなく外に行くという方は今、ほぼおられない状況になっております、はい、これは非常に大きなことで、市民の利便性の向上に大きくつながっていると思います、でそれほど、それと先ほど申し上げた、この1700の方々は、今までおおむね10万円ぐらいですね、あのお支払いになっておられたと、今まで奈良市の施設であれば1万円で住むところ10万円、あの今年の10月からかな、飯森霊園が12万円になりましたので、 差額は11万円の差額持ち出しが発生するんですけれども、まああの結構あの原油価格の高騰等もあってですね、あのタシも利用料が今上がってきているというようなことがございます。まあそういった意味では市民のそのまあある意味損害損失もですね、あのもう今ほとんどなくなってきているということでは、あのまあ今望ましい状況であるのかなというふうに思います。それとあのもう一つ大きな違いはですね、あの今までですと年間で奈良市の施設を利用される奈良市以外の方が 100件弱ぐらい、70件、80件ぐらいでした、これはキャパの限界ということもあって、ほとんどお受けできないということでありましたが、今年についてはすでに10月までで402件。 年間ではだいたい680件の見込みをいたしておりますそういたしますと、まあ、あのここが、まあ、あの8倍ほどですかねあの風になっているということでこれは当然市外の方ですので10万円の今利用料をいただいておりますので、まあ、あのここの収入も非常に今増えているということがございますあの奈良市民の方を受け入れてもあのまだ余りがある部分については市外の方を利用いただいているということになりますあのそういったことをです、ね、あのまとめますと 市内の利用者数、奈良市民の方の利用者数は1.74倍、そして市外の方の利用も含めますと、2倍ぐらいになっているということです。で、使用料収入については8000万円ほど増えているということ、それから市民の方が市外の施設を利用して、今まで自己負担を頂い,いていた金額については、1億2000万円ほど負担が減っているということでありますので、その両方合わせますと、2億円以上、ですね市民の経済的な利益は今、回復をしているという状況にございます。 でまあ、あの実際のですねちょっと細かい利用状況になりますけども、あの待合室については、ですねあのこれはちょっと意外だったんですが、あの我々もご遺体をお預かりをしてから、おつあげをしていただくまであの、まあ、1時間半ぐらいということですのであの、もうお待ちになるかなというふうに思っていたんですが、これは、まあ、あの業界のいろんな慣習といいますか、えー自、自社のホールに一度お戻しをされて、そこで、 ご飯を食べられてもう一度戻っていただきたいと思われる総裁業者さんも結構多いということがありましてあの一番簡単なのはもうここでそのままお待ちをいただいてお骨上げもされて帰られるのが一番。あの あの利用者にとっては楽なんですけれども、まあ、このあたりはあの利用されている総裁業者さんの、まあ、いろんなビジネスモデルもあってです、ね、一旦その変えられるという方が結果としてはまあ,あのまあまあおられるということで、まあ、稼働率は56%ということになっています、まああの、そこそこ利用はあるんですけれども、フル稼働ということにはなっていないということがあります、まあ、この辺は一つやってみて分かってきたことではございます。 それからあの多目的室ですねあのまあ少人数の見送りするところについてまあ年間で今のところ50件ぐらいの見込みということでまああの割と利用はあの思ってたほどはなかったなということにはなりますあとペット仮想ですねペット仮想については今のところ132件ということで年間191件ということになりますまあこのあたりはですねあのまあどう考えるかということなんですがあの民間ですでに例えばあの自分の家の近くまでこう 引き取りに来てくれる、そういうちょっとこう民間ならではの充実したサービスをなさる。 あの業態もありまして、まあ、そういったところをご利用される方が、まあ、比較的今の時代、多いのかなというふうに思います。奈良市の場合は合奏といいますかあの、一緒に何体かの動物をです、ね、あの一緒にあの燃やすという形になっていますので、あのいわゆるお骨上げが、まあ、できないということになります。あの最近はかの家族同様にあのペットを見送られる方が多いので、えー、ペット用の骨壺があったりです、ねあの、おすねあげも専用でしたい。 いうような方がおられたり先ほど申し上げたようにもう車両であのその仮装するというような形態もありますのでここは、まあ、あの逆に市があんまりこうサービスを良くしすぎると人形圧迫になる部分もあるので、まあ、難しい判断かなと思いますが、まあ、一定のご利用はあるという状況でございます。それからです、ね、あの仮装対対象象という対象がありまして 仮想っていうのはあの燃やす方のこの仮想ですけれども、あの一般社団法人の仮想権っていうところがあってですね、あのこの中で奈良市のですね、あの新歳年旅立ちの森が作品選奨を受賞したということになりました。まああの施設のですね、あのデザインであったり機能性であったり、あのそういったものをですね、専門家の方々が。 審査をされまして、あの最終的にあの今年度については、ま奈良市の審査員がま対象に選ばれたとまいうことでもございます。ま引き続きですね。あの市民の皆さんの最後のお見送りの場としてまふさわしい。 機能を提供していくということはもちろんでございますし、あの市民の経済的な負担を軽減するということも、我々の責務だというふうに思っておりますので、えー、安全で快適に利用いただけるように、えー、引き続き努力をしていきたいというふうに思っておりますこの件についいては以上でございます。